え皆さんこんにちは。えっと林事業創造実践の講師の紬です。えー、今日はリーン事業創造実践の講座のですね簡単な紹介をいたしたいと思います。でこちらのリーン事業創造実践という講座はですね新しい事業をゼロから立ち上げるためのさまざまな方法論これを学びながら。 実践もしながら、えー、事業創造のスキルこれをつけてていいく講座になっていますでこの講座は、えっと、シリコンバレー生まれで非常に人気がある新規事業創出トレーニングである、えっと、リンンローンチパッドこれをベースにオンラインでなおかつ短期間で学べるように特別に設計をしたプログラムになっていまして。 まあ、いわば自宅からですねシリコンバレー流の、えー、事業創造の訓練これができるというのが大きな特徴です。その中ではビジネスモデルキャンバス新しい事業を作る時のビジネスモデルの設計ツールですとかその事業を立ち上げていく時のためのビジネスモデルを作っていく時のための方法論である リーーンスタートアップ顧客開発モデルこのような理論を実際座学で学でびながらやっていきます全8回の講座のうち5回ビデオ講義を通じてこのような事業創出の手法を習得してもらうんですけどもそれだけにはとどまりませんでその理論をですね皆さんそれぞれの事業のアイディアに適用をして実践をしていただく。 全3回の課題を通じて実習をしていただきましてでその内容に対してフィードバック授業を行ってでそれで実践的にスキルをつけてていいいいこうというこういうううと流れでやっていきますで実践実習の時には企業を志望する人であればその企業のアイディアこれに当てはめて実際にやっていきますので。 えー、より現実に即した学びがやられることができますし、えーえー、この講座の特徴として非常に実践的なので結果的にあの実際にこれ本当に起業できるというところまで内容を昇華させて講座が終わった後に実際に起業してベンチャーキャピタルからお金を取るというような例なんかも出てきているほどのものです。 で実践する分ですね結構ハードな内容にはなってますけども、えー、内容的には非常に役に立つものが多いので、えー、その一生懸命やるる意義はあるかなと思いますで特に企業を目指す方それから、えー、企業の中で新規事業を作る方には最適な内容になってますので、えー、それらの皆さんには特に受講をしていただきたいと思ってます。 ぜひ皆さんの受講をお待ちしております。